者が侵入してまいります。本日忍者を操縦するのは航空学校霞ヶ浦校所属の船山三等陸佐と乃木一等陸尉です。導入され高い操縦性を発揮できます。任務機材として操縦席の上には夜間でも敵を発見することができるカメラが装備され偵察任務に使用します。また任務には空対空ミサイルが搭載可能です。接近し離脱します。